ハイドンピアノソナタ第51番に蝶々作品93方冒険ズビー51はフランツ・ヨゼフ・ハイドンが作曲したピアノソナタ。ランドン版では第61番となっている。本作品はイギリスソナタの2曲目。作曲年は1794年から1795年頃と言われ出版年は1805年である。イギリスソナタは 1794年から1795年のロンドン旅行の時に書かれたという定説になっているが、本当にこの時期に書かれたのかをはっきり証明できる資料がない。特にこの曲においては、自筆譜が残っておらず、曲調がハイドンらしくないところがあるため、自作と言われたこともある。作曲当時は、楽団が解散され、ハイドンは年金生活を送り、 自由に創作活動をしていた時期である。第50番と第52番が対局なのに対してこの曲は短く、シューベルトらしい曲だと指摘する人も少なくない。全2楽章、演奏時間は約5分半。ABCDE、ハイドン、ハイドン、フランツ・ヨゼフ・ソナタ第61番に長調、ソナタ・フィュアクラ・ビーアナンバー、61D、ドゥアー・ホーボーケン、ズビー。 51オーパス932017年9月16日閲覧 ABC クラビア・ソナタの部屋第3室2017年9月16日閲覧,、ABC、日閲覧ありがとうございます